これエスパーだったっけ？いますよね。じゃあこっちで合ってんのか。あれ？うーちゃんさんがピンときてない。あーそう、スリープスリープ151匹だから私わかるんですよ。そう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 、エスパータイプってなんだ。フーディンってエスパータイプ？こういうやつ。エスパータイプってこいつですか？進化後のスリーパー、進化後のスリーパーなんていたっけ？フーディンってエスパータイプですか？スーツ着るの猫。あ、ヒントはね、言わない方が面白いよ、コーンさん。スーツ着せるか、じゃあ。ニャスパー。エスパーを感じますね。スーツ着てるって言うともう、おしゃれな猫しか思い浮かばねえ。フーディンもエスパー。じゃあ、そっち系で考えるか。猫のエスパー。だいたい猫耳ついてんだよな。エスパースーツ着てる猫なら人間闘神だと思うんで、たまにいますよね、人間闘神のポケモン。ルッカリオとか。ルッカリオも人間ですもんね。でもモンスター感出したいな。あくまでもモンスターなんだよな、こいつら。あ、わかったかもしんない。体は、途中から、期待です。スーツってどんなんだ？疲れたサラリーマンみたいになっちゃった。疲れたサラリーマンみたいになっちゃった。エスパータイプってこんなんじゃないか。レイメさん、おはようございます。今エスパータイプの猫を作ってるんですけど、さっきの感じで言うとエスパータイプ。エスパーってなんだ、伊藤しか出てこない。ネタまま昇天してない。確かに。幽霊になってる。三つの願望を叶えてあげよう。魔人？猫魔人？あー、目隠しすればよかったな。いつもより多く回しております。こう、目隠しすればよかった。ちょっとミステリアスになるじゃないですか。目隠ししとくか。目隠ししましょう。ニャスパーこんな感じかな。でも近いと思う。エスパータイプでしょ。あ、かわいい。目隠してる、かわいい。こないだレイドしたヤーマさんだ。
ニャスパー。ニャスパー行きましょう、ニャスパー。OBS どこだ？このポケモン欲しいですよね。結構私の各ポケモン、ちょこちょこね、実装されて欲しいという声が聞こえるんですよね。ニャスパー。おや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 。猫じゃなくない？ 猫じゃなくない？ 私の方がよっぽど猫なのでは？何ポケモン？なんて書いたんだ？自生ポケモン。自生ポケモンって何？自生の句ってこと？自生の句を読むの？世の中をやめるってこと？よしおにゃスパー、なんかキティさんも確かに 自生の句を読む、ね、猫ってこと？ちょっと怖いんだが。でも念じるがあるからやっぱエスパータイプなのかな？あ、なんか、ニャンスパー、ツイハイっぽい。つぶやくって書いてある。ツイハイっぽいですね。ひっぱたくありましたね。どういうこと、どういうこと？猫じゃないの？猫ポケモン出しすぎてニャーの要素に迷走してますよね。出しすぎてますね。猫じゃないもんだって。こんな猫おる？これは猫ではないのでは？あ、なんかサンリオみたいなカードがあるよ。ほら。サンリオみたいなニャスパーがいますよ。キラキラ。長毛種の猫。真偽ですよ、これ。私の方がよっぽどニャーしてますよ。私のポケモンの方がよっぽどニャーしてるぜ。これ真偽ですね。次のポケモンのシリーズ、ニャスパー姿変わってる可能性ありますね。私の勝ちでは、これ。私の勝ちでよろしいか。今回の点数は私の勝ちですね。名前を付けさせてください。ニャスパー保存。これ勝ちですね。間違いないですね。あと、ニャルマ。ニャルマですね。これ私のニャ勝ちですね。で、最後に、ニャビ。点数ではなく勝敗だった。対決になってしまいました。ニャビ。今日はニャばっかりだったな。今連続ニャが5連続来てますね。マスカーニャ。ニャローテ。ニャビ。ニャルマ。そしてニャスパー。私の方がバリエーション豊かなのでは説。ありがとうございます、ポケモンお絵描き。楽しかったけど、ニャスパーはね、これ真偽ですね。もう猫なん、これ。猫？なんかもっと似てる動物いるんじゃないかな。可愛いけどね。可愛いけど猫かと言われると、パッと見猫かどうかはわからない。明日もニャ連打するよ、青宮さん。明日はお休みです。
曜と月曜も休みです。次回朝配信火曜日よろしくお願いいたします。来週は月曜休みで残りもやりたいんですが、金曜日に朝一で、私もあの単語使いたいんだけど使っていい？あの MTG が入ってしまいまして、朝一 MTG ファイザー、そう月曜日お休みなんですね。私も使いたい単語ナンバーワン、朝一で MTG が入ってしまいまして、金曜日ね、来週のね。なので来週配信するか終わってからやるかちょっとねまだ決めかめねってます。どうしようかな。マジック・ザ・ギャザリングですよね。私ね MTG っていう言葉が一般的になった時に、なんか8時から MTG みたいに書かれててさ、え？ 8 時からマジック・ザ・ギャザリング、どういうこと？ってなってたうちの一人です。それがミーティングだと分かるまでに時間は要さなかったですが、慣れるまですげえ時間かかった。マジ卵かけご飯、そう朝一でね卵かけご飯なんですよ金曜日ね。食べた後配信するかどうか迷いますね。卵かけご飯うますぎて昇天してるかもしれない。いいな卵かけご飯。卵かけご飯にさ高級志向な感じを出しちゃったお店ありましたけど、あれってまだあるんかな。卵をさ分離、黄身と白身で分離させて白身をメレンゲにして卵かけご飯に使うっていう、そういうお店があった気がする。卵かけご飯は庶民的だからいいんじゃない。あれやだ、食べたことあります？卵かけご飯はさ庶民的で簡単にできるからいいんじゃないのか。その簡単にできる範囲でアレンジを効かせるのが本来の TKG なのでは。 TKG 強火勢みたいになってますが、でそこまで TKG に思い入れがあるかと言われると、お茶漬けからの卒業いいですね。尾崎豊が歌ってそう。納豆オプションですでにお金持ちです。そんな考えなかったです私もそんなに考えたことはない。でも TKG ね、あんなに流行ったのって多分、ご家庭でさ、お気軽に作れて、お気軽にアレンジできるから、流行ったんじゃないかな。だから、白身をメレンゲにして、とかさ、究極の TKG とかさ、そういうんじゃないんだよな。最近クリーミーカレーお茶漬け？何ですかそれ、初めて聞きました。クリーミーカレーも気になるけど、それのお茶漬け？なんだそれは。結局醤油醤油、そう醤油はねマジ万能ですよ皆さん。醤油を大事にしてほしい。あのねご自宅でねタイカレーとか作る料理上手の友達がいるんですけど、
なんか日本人向けの味にするには醤油をちょっと入れるといいんだって。タイカレー。ちょっとなんか海外の味がちょっと強すぎて苦手だなっていう人はね、タイカレーとかに醤油を入れるといいらしいですよ。子供向けのお茶漬け、ほんとクリーミーカレー茶漬け。うわ、ほんとにある。長谷園だ。へえ、初めて見ました。ちょっと待って、シェアしますね。これ。私の行くスーパーにもあるかな？パッケージ初めて見た気がします。子供用の鮭青菜茶漬けとかもある。鮭青菜茶漬け普通にうまそうだな。クリーミーカレー茶漬けすげえ。なんだこれ、たらこわかめ茶漬け。へえ。面白いですね。たらこわかめ茶漬けはちょっと美味しそうかも。あ、この3種類なんだ。最近はめんつゆをよく使います。ナイスですね。めんつゆはいろんな味が入ってて美味しい。この3種類みたいですね。朝が苦手なお子様に朝ごはん提案。鮭青菜茶漬け、たらこわかめ茶漬け、クリーミーカレー茶漬け。なるほどね。これでご飯を食べようってことね。でもさっと用意できるから、親御さんもこれは楽ですよね、きっと。クリーミーカレー茶漬け、どんなんだ？あ、最近なんですね。じゃあ、道理で見ないわけかも。私のよく行くスーパーって、ちょっとね、新商品遅いんですよ。後から出てくるかもしれない。見かけたら買ってみますね。卵かけご飯用にアマゾンでうまいタレを購入してます。え、卵かけご飯用に？超本気じゃないですか。卵かけご飯、しばらくだな。朝は普通に卵焼いちゃいますね、うち。よっ。あー、難しい。あー、難しい、この切り絵。ほんと難しい。の金魚のさ、切り絵の、金魚ちゃんを一匹、出張で登場させてるんですね。オーロラに出張させてるんですけど、これ。置いとくと嫁さんが調味料として買って調子がいいじゃないですか。普通の醤油とは違うんですか？醤油じゃないのかな？そもそも。いろんなものが入ってるタレなんですか？そういう特別なタレ的なものはあんまり買ったことがないんですけど、味付けに困ったらなんか焼肉のタレとか 入れちゃうな。焼肉のタレ焼きがなんだかんだうまいんだよな。肉野菜炒め。私はエバラの黄金のタレの甘口が好きです。あ、ウェルカムイン、ライアンさん。おはよう。お元気ですか？ Yes, I'm 元気。Thank you for asking me. ライアンさん、ウェルカム、ウェルカム。Today I'm cutting goldfish. Goldfish. 今日金魚切ってます。ちょっと待って。
ちょっと待ってね。ポルトガル語。翻訳。今日は暑いです。あ、ダメだ。暑いです。エスターケンテオジ。イスターケンテオジです。あ、ちじえさん、おはようございます。ウェルカム、ウェルカム。ちじえさん、お仕事今日も頑張ろう。ちじえさんのところも暑そうだな。頑張りましょう。今日は日本は全国的にすごく暑いです。イスタケンテオジ。発音が難しいね。ポルトガル語。Cute? No! It's you! あ、ダイアンさん、Thank you for share your new shoes! They are so cute! Here is cold. Super cute. Your punch is pronounced. Thank you. And it's great. Really? やったー。イエイ。You wear that shoes? もう私はずっと楽ちんな。コンバースのスリッポンしか最近履いてねえだ。コンバースのスリッポン履きすぎて潰れそうだから、あと一足買いてえだ。みんなも履こうぜ、コンバースのスリッポン。紐も必要ないし、さっと履けて、ほんと楽。醤油ベースで少し甘口。嫁さん、お嫁さんかな？ 奥さんが、照り焼きとかに使ってくれとても美味しい。照り焼きに簡単に使えるのいいな。照り焼きのタレをいちいち作るの毎回めんどくさいんですよね。My favorite was the black with ribbon shoes. That is very nice. かわいい靴だこと。ダイアンさんのね、ダイアンさんのファッション is very cute and very nice. なんかおしゃれに。一番気を使っていたのは学生時代でしたね。 もう今となってはもうどうすりゃいいんだ。10月原宿に着ていく服がないぞ。紫色の頭に黒い全身タイツを着ていくしかない。こんな感じかな。Thank you so much, Yosho さん。I think you are cute and fashion too. No, I'm not. あ、トニーさん。おはようございます。ハイグレートいただきまさあす。飲みなよ。10月まだ暑いですよ。マジっすか、どうしよう。何着ればいいんだよ。あ、ブルータさん来ていただけるんですか？ちょっとね、小さめなんですけど、会場は。2部屋ありまして。ブルータンさんもよく、
よいしょ。お邪魔されていると思うんですけど、ガジンさんもいらっしゃいますのでね、たくさんいろんなアート配信者の方と交流できる、本当にね、いい機会なので、アート配信好きな方、ぜひぜひ、いろんな配信者さんを予習してから行くとさらに楽しめますよ。I want to buy new shoes. 新しい靴買いたいな、私も。I want to buy new shoes and new sandal. サンダルも欲しい。ずっと何年か使ってるサンダルがちょっともう疲れてきちゃったので。新しいサンダル欲しいなぁ。よいしょ。困ったなぁ。困ったなぁ。お金が足りないんじゃない?よし、いい感じになりましたね。これどうしたっけ?ちょっとインスタ見せてもっかい。こっちまで、あれか、オッケーオッケー。ね、過去に、これをオーロラ切り絵で切った時の画像を参考にしながら、切っています。よいしょ。もう10月すぐですよ。すぐ10月になっちゃう。なんか私さ、100ぐらい作りたいって言ってたけど、そんなにいるかな。2日しか出やんのよな。2日しか出ないのに1日50計算だからな。人が来るのか、そういう不安もでかいな。よいしょ。よし、これでようやくヒレまで切ったかな。あとはヒレを切ります。終わっちゃうかな今日。新しい図案を印刷した方がいい?おととい、タヌエサのノートを書いてたので、全く下絵が進まなかったんですけど、昨日はその分、たくさん、よいしょ。たくさん下絵を作りました。よいしょ。下絵を作ったので、印刷しようと思えば全然たくさんある。よし、オッケー。本当にな、私の好きなもので、好きなものとか、なんかアイディアをもらったものとかで作ってるから、どうなんだろう。よいしょ。いいよ。ああ切れてないところがあると怖い。これ後から外周切るんだよな。どうしよう。どうしよう。どうしよう。今のうちにちょっと外周を線だけでも入れとこっかな。